私たちがなぜ環境教育という活動に挑戦しようと思ったかという話なんですけれども、里山が不法投棄されている環境を見てですね、まずは私たちが、地域身近なところでできる社会貢献ということはどんなことがあるんだろうかということを考えて、周辺のゴミ拾いをスタートしたのが、かれこれ20年近く前のことになります。繰り返される不法投棄を変えるために、私たちが思い切って始めたのが、生物多様性の復元をする、里山という森づくりですね。今現在ではですね、ここを環境教育のステージにするということで、五感で体験できるフィールドというような形になっておりまして、それを風が感じるエリアであったり、生物がこう育っている様子がこう見ることができる育みのエリアだったり、またたくさんの人たちが集まるような集いのエリアだったりということで、それぞれテーマを変えてですね、その里山の中の環境を一般公開するというような形にしております。これを子どもたちの教育の場として有効に活用したいというふうに感じましたのが、ちょうど環境教育促進法が成立された2011年頃の話なんですね。環境教育促進法が成立されて、私たちはこの里山のフィールド、そして私たちの工場そのものを子どもたちの教育現場に変えていきたいというところの思いを持って、2013年ですね、この体験機会の場の認定を受けるという形になりました。企業さん団体さんはその地域で活動されている経営活動を、そうするとその地域の子どもたちに今こういう会社でこういうことをしてますよってことを知ること自体が地域の社会文化を知ることにもなりますし、自分たちの会社はこういうものを通じて社会貢献してますよということを伝えるっていう意味も、これも体験になるんですよね。場所がなくてもそこに専門家がいれば、その自然と人をつなぐこのファシリテーターのつなぎ役がいると、そうするとちゃんとそこって学びの場になるんです。